はい、こんばんは。依存症を学ぶ集い、今日は第35回ということで、今日のテーマは、薬物依存症の家族の悩みに応えるということで、じゃあパワーポイントの方お願いします、はい。ということで、家族の悩みに応えるというその6回目ということで、回を重ねて6回目になりました。まあそんなふうで今日はあの番組を進めてきますが、いつものようにですね、この番組は、薬物依存症やですね、乱用での過程でいろいろ、あの回復までの過程でですね、いろんなあの問題が起きてきます。まあそういう中であの家族は本当にあの悩み右往左往してしまうんですけども、そういった問題に焦点、いくつかのですね、問題に焦点を当てて、あの家族と一緒にあのこの番組を話し合いながらですね、進めていきたいと思います。今日もあの、恵子さんに来ていただいています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、じゃあ今日で質問の17問目ですけども、うん、ちょっとじゃ あの質問を読んでいてくださいますか。まあ、今日は割と具体的にこういう場合はっていうことをお聞きしたいなと思って、うん、考えました。まず一つ目は、本人から、依存症の本人から、家族にですね、車を貸してくれと言われた場合ですね、うん、これは断るべきか貸してやるべきかって悩む家族多いと思うんですけれども、うんうん、もうピンポイントでどうしたらよろしいでしょうか。うんうん、あの恵子さんはこういう経験っていうのはやっぱりありました。ありました。ありましたけども、うん、私もやっぱり貸さなかったです。うん、まあ、薬物、そのなんていうの、今入ってるかどうか、薬が入ってるかどうかっていうのが明らかに分からなくても、うんうん、まあ依存症者っていうのはもう酒に酔っ払った状態と、まあ、ほぼ一緒というふうに私は思っていたので、うんうんうん、そんな危ない子には貸せないと思って、うんうん、なのであの車は貸さなかったですけど、うんうん、そうすると本人は、まあ、自転車で出かけたり、うん、原付で出かけたりしてましたけれども、うんうんうん、そうですね、あの本当にあのこういう場面というかこういう状況になった時、家族どうしたらいいかって本当に、どう対応したらいいかということを悩みますよね、うんうん、で、まあ、その、答えを考える時にですね、こういうことが起きるのは、どういう時かというとですね、あのよくあるのはやっぱり薬への渇望が強くなってきた時、あの本人がですね、車を貸してくれ、キーを貸してくれというふうにあのしばしばあのこう言ってくることがありますよね。渇望が強くなった時っていうのは、うん、要はその薬を買いに行きたい時っていう、うん、そういう時でしょうね。じゃあ、まあ貸さないのは正解だったんですね。まずはそういう時が多いみたいですね。うんうん、まあ、あの買いに行くのはあの車を貸さなくても行く時には行くと思うんですけどもね、はい、うん、あの問題はあのそれに家族が、まあ後であのあれしますけど手を貸すかどうかの問題がやっぱり残ってくることと、それから二次的に起きる問題にどうするかという問題があると思うんですけども、うんうん、だからこういうあの車を貸してくれ貸すかさんというあの家族と本人とのね、あのやり取りのトラブルっていうのかな、対立というか、うん、ことが起きるっていうのはあの本人の薬への渇望が強くなってきた時ですね、買いに行くとか手に入れるという、うん、そういう時が多いようですね、うん、で、うん、まあ、こういう時にはですね、まあ、対処法ですけども、どんなことがあっても車のキーを貸すとかですね、車を貸すっていうことはしない方がいいと思うんですね、うん、あのきっぱりとやっぱり断ることがあの大事だと思うんですね、うんうん、代わりに例えば送ってあげるとかいうようなことについてもね、なんかその中間みたいなあの考え案が出てくるかもしれませんけども、それもしない方がいいんだろうと思うんですね。あの家族がじゃあ送ってあげるわとか、うん、どこ行くだとかいう話になってくるとですね、うんうんうん、あのまあ、そういうことに関してもあのきっぱりと断った方がいいと思います。で、まあこれに対してですね、 いろんなあの考えが大事なことがあると思うんですけども、あの
車を貸すっていうことはどういうことになるかというと、一つは薬を手に入れることを手助けしてしまう家族の方がですね、うん、車を提供することで薬を買いに行くというか手に入れる、そのことに手助けをしてしまう。つまり口では反対してても、してほしくないと思ってても貸すことによって、うん、結局は実質的には OK ということになってしまうわけですよね。家族がそれに同意してしまうのと同じですよね。だからその二重のメッセージを送ることになってしまうので、キーを貸さないこと、車を貸さないことが大事だというふうに思うんですね、うん、それからもう一つは丸の2ですけど、もう一つの理由はですね、車っていうのは、薬を使ういい環境でもあるわけですね。個室ですから。そうですね、うん、ですからそういう意味ではまた手助け使用する手助けをですね、環境を与えてしまうということになりますので、これは家族が車を貸すっていうのは、キーを貸すっていうのは車なんとか中でやってもいいよっていう間接的には同意しちゃってるのと同じことになりますよね。使ってるのを邪魔しなさいということではなくて、家族がそれに手を貸すことはやめた方がいいというふうに思うんですね、うんうん、まあ、そういう意味で、車を貸すこと、キーを貸すっていうことはしない方がいいというふうに思うんですね、うんうん、この辺のことではどうですか。まあ本当に現場でこういう場面に遭遇するというのは、家族と本人との間というのは、ね、大変、まあ、口論になったり、まあ、時には取っ組み合いになるかもしれませんけども、まあ、うちの場合は貸せないって言ったら、まあ、割と静かに引き下がりましたけれども、うんうん、まあ、場合によってはまことしやかにこういうことがやりたいから貸してとか、こう、あ、それだったら貸してあげなきゃなっていうような、まことしやかな理由をつけて、うん、貸してっていう場合もあるかもしれないですよね、うん、でそういう場合なんかは悩むだろうと思いますし、うん、そこで本当暴れられたりしたらどうしようって思ってついつい渡してしまう人もいるんじゃないかと思いますけど、うんうんうん、そうですね、うん、だからもうきっぱりと言って、それ以上のなんか議論というかね、問答はしない方がいいと思う、うん、ダメなものはダメっていうふうに、うん、言い切ってしまうことが、きっぱりと言い切ることが大事だと思うんですね、うん、で、あとそれ以上のそのなんでダメかとかですね、うん、ああではないかこうではないかという本人とのそのやり取りは避けた方がいいと思うんですね、うん、避けると余計にやっぱり薬が欲しくなってしまうことになりますので、うん、余計行きたくなっちゃうと思うんですね、うんうん、ですからダメなものはダメと言ってもうパッとその場を去るとかですね、うん、きっぱりとした態度を取ることが大事だというふうに思うんですね、うん、で丸の3ですけどね、もう一つはですね、まあ、車は運転するわけですから、うん、まあ、時と場合によってはですね、事故ることだってあるかもしれないし、うん、自損事故もあるかもしれないし、ね、ここが一番心配でしたね。もう一つ、うん、家族としてはありますよね、うんうん、普通じゃないかもしれない、うん、精神状態が、うんうん、まあ、よく聞くのは自損事故が多いみたいですけども、うんうん、まあ、家族はそれ以上のなんか心配をですね して貸すべきか貸さやめた方がいいかということを大変葛藤するわけですけども、うんうん、で問題は、まあ、事が起きた時の責任の問題というのは第一義的には運転者に責任を問われますよね、うんうん、でこれは法的な問題にもなってくるんですけども、まあ、最終的には運転者が責任を取れないときは最終的には車の所有者が責任を負うということになってしまうので民事的にはですね、うん、だからそういう点で車の所有者が安易にキーを貸すということはしない方がいいですよという、まあ、そういう意味でまた改めてそのきっぱりと断った方がいいということだと思うんですけどもね、はい、うん、ですから日常にその車の丸の4ですけどね、車の所有者はですね、まあ、家族の方ですよね、うん、車のキーの管理をしっかりとやっぱり日常的にしっかりすることですよね。本人の目の
つくようなところに置いておくとかですね、うんうん、だから いつもなんかどうしてるかということがあそこにかけてあるというようなことのないようにやっぱりきちっとあの家族はあのキーをですね管理するということが大事かもしれませんよね、うんうんうんまあ、車のキーだけじゃなくてもう本当に通帳だとかお財布だとかそういうふうなものの管理もね、うん、本当にしっかりしないとダメでしたね、うんうんあのこれはあの本人にねあの責任を負わせても最終的には家族のように責任が回ってきてしまうのできっぱりとやっぱりその辺はあの管理をねやっぱり家族の責任であのすることが大事じゃないかなというふうに思うんですね。うんまあ、大変こういう意味ではあの家族はあの辛い立場ですけども。そうですね、まあ、いろんなことが辛かったんですけれどもね。うん、はい、ありがとうございます。じゃ次の質問に、はい、じゃあ行きますか。はい、行きますね。なんかスピードが速いみたいですけども。あ、そうですか、ね。まあ、じゃあいいですよ、うん、はい、うん、じゃあ質問の18問目でということですね。はい、はい、まあ今のその例えばカスカスないとかでまあ口論になったりとかまあその他の場面もですけれども家の中でこう暴れるようなことを起こす人たちも出てきます、うん、でそういう場合はもう家族は身の危険感じたりすることもあるみたいなんですけれども、うん、そういう場合はどうすればよいかということで、うん、そうですね、うんうん、あのこういう場合というのはあの、まあ、車のキーをカスカさないということと同じように、うんあのまあ、キーだけではなくてあのそれなりに暴れるというのはそれなりの意味合いがやっぱりあると思うんですよね、うんうんあのまあ、家の中で暴れるようになったらどうすればよいかというこの辺のその一つはですね、うん、あのどういう状況であの暴れるかということのそこをちょっと見極めることが大事だというふうに思うんですけども多くの場合ですね、うん、多くの場合はあの薬へのこう渇望が強くなった時かどうかというその辺の見極めが必要だと思うんですね。あの先ほどの車のキーの問題と同じようにあの薬へのこう渇望が強くなった時というのはあの、家族をあの暴れるという行為を不安やですね、うん、あの恐怖感を家族にその、うん、与えてですね、うん、自分の思うようにしたいキーを手に入れるとかですね、うん、あるいは、まあ、あのこういう暴れる場合というのはあのお金の要求っていうのが金銭の要求っていうのが あると思うんですけども、うん、薬を出せとか出さないとかそんな問題ではなくてむしろ薬を手に入れるため の、うん、お金をやっぱりあの手に入れるために暴れるということがあるかと思うんですね、うん、でそういう意味で渇望が強くなった時っていうのにあのこういう行為がね、うん、あの見られるというふうに思うんですね。でもそれが、まあそれでうん、薬への渇望によるものかどうかっていうのはなかなか見極め家族と言ってもつかないですよね、うん、まあ後でもちょっとあの、うん、あの多分出てくると思いますけども、そういう前兆というか予兆がやっぱりあるんですよ。でそれをこう見逃してしまうと、うんあの突然のようにこう見えるんだけども、うんうん、よくあるのはそれ前に前兆があるということを見落とさないようにすることが大事なんだと思うんですね、まあ、これは後で、ま、あのこの後、次のところで出てくると思うんですけども、はいうん、であのまずはあの、薬へのこの渇望によるものかどうかということの見極めがあの大事だと思うんですね、うん、であの、うん、でもう一つあの後でも出てくるかもしれませんけれども、いわゆる暴れるという行為そのものがいわゆる幻覚や妄想によるものというそういう場合もあるわけですね、うん、もう2種類あるわけですよ。でこの辺の見極めをどうするかということが大事だと思うんですね。であの、幻覚妄想の場合だと家族がいてもいなくてもあのそういう暴れる行為を続けることがあると思うんだけども、うんうん、あの渇望を薬へのこう渇望が強くなった時にする暴れる行為というのはですね、うん、あの
不安や恐怖心を家族に煽るために暴れるわけです。それなりの目的があるわけね、うん、思い当たる節があります、うん、ですよね、ええ、でそのために暴れるわけですよね、うん、で一人で暴れるということは多分薬への渇望があるときにはですね、うん、いつまでも暴れるということは多分ないと思うんですよ、うんうん、家族がその場からいなくなればですね一人で暴れ回るようなことは多分ないと思うんですね、うんうん、まあ、暴れるっていうのはもうその具体的にその暴れる、うん、体を使ってっていう人もいるかもしれないけど、うん、まあうちの場合はそういう乱暴な暴れ方はしなかったですけれども、言葉に暴言っていうのが、そう、言葉でこう威圧してきたり脅したり、こう本当に家族を不安にさせるということがすごく多かったですね。恐怖心を煽るっていうことは、とても相手をこうコントロールすることは上手ですよね。そういうコントロールの仕方って、そういう時がありましたね。だから家族としてはそういう時っていうのはもうフリーズ状態になっちゃいますよね。そうですよね、で基本的にはそういう薬へのですね渇望が強くなってきた時どうするかということですけれども、そういう時にはですね、とにかく本人からもう離れることが基本なんですね、どうするのとか、なんでだとか、何に使うのとか、そういう議論を言わずにもうその場から即本人から離れることが大事だと思うんですね。回避することが一番のいい対処法なんですね、この辺が家族の人っていうのは本人にこう巻き込まれていってしまうことが多いわけですよね、まあそれを言うことでは本人はそのために暴れたり暴言を言ったりするわけですから、そうなってしまっても不思議ではないんですけども、そういう行為をですね、薬が強く使いたくなってしまった時、そういう渇望が強くなった時というのはこういう手法をですね、相手を不安や恐怖に陥れてコントロールしていくという、そういうことがとても天才的と言ってもいいぐらいですね、人をこうコントロールすることがうまいですよね、これって、この番組聞いてる人の中には、じゃあそういうことに初めから長けてる子が依存症になってそういうふうにするのかって思われるかもしれないけど、そうじゃなくて、依存症っていう病気になるとそういうふうなこう精神構造になっていくみたいですよね。そういう精神構造というか、そういう知恵が働くようになってくるね、相手を恐怖心や不安を煽れば自分の思うようになるという、そういうのを経験的に本人は覚えていくんですよね。前回成功したからまた、そういうことですかね、次やるという、もともとのその子の性格にはそういうことはほとんどなかったと思えるような子でも、そういうふうになっていくんですよね。そうですね。それがすごく怖いっていうか、人が変わっていくみたいに思うので、本当家族は不安になりますよね、だからもう薬を手に入れるためなんどんなことでもするという、どんなことでも言ったりやったりするという、例えば殺すぞとかね、普段口にもしないようなことが本人の口から出てくるということがあるわけですよね、ぶっ殺すぞとか、ぶん殴るぞとか、今に見ておれとかね、親は本当に傷つけるようなことを言うことだって、それが本心かどうかということにこうなっていってしまうと家族も巻き込まれていってしまうんですけど、本人は相手を親を家族を不安に陥れる、恐怖心を煽るということでコントロールしようとしてるわけですよね、でそれにはですね丸の位置ですけども、挑発をする言動がですね、あらかじめ前兆があるんですよね、前兆がある、それを見落とさないようにする。例えば、暴言、こういうものを投げたりとか殴るとかですね、壊すとかいう前に、言葉そのものがこの乱暴になるということが始まると思うんですね。言葉遣いが。その直前にということですか。まあ、前兆としてね。渇望がその高まる前兆ということですか。行動する前にそういう言葉遣いの荒さが出てくると思うね、
はい、なんかイライラとした感じが分かるというような、そうですね、うん、怒りっぽいとかですね、うん、あの相手をこの言葉で挑発してくるという、うん、こと、暴力ではなくてですね、言葉でその挑発してくるというか、うん、不安がらせるということがありますよね、うんうん、でまたその前っていうのはどういうことかというと、あの、例えば歩き方だとか戸の閉め方だとかですね、うん、あのなんか乱暴な行動が出ることがあると思うんですよね、はいはい、うんうん、そういう前兆っていうのをね、あの、見逃さないように、見落とさないようにすることがとても大事だと思うんですけども、うん、そういうあの、前兆というか予兆を 見落としてしまうと、家族が後手後手になっていってしまって、気がついたらもう本人とね、やりぐちゃぐちゃになっていくという、あの巻き込まれていってしまうので、そういう、うん、となんか今日は荒っぽいなとかね、うんうん、あの言葉が乱暴だなという時には、もうあの本人から離れることをですね、あのどうやって早く本人から離れるかということを予兆を見てですね、うん、あの回避するために、その時点で対処することが大事だと思うんですね。遅れるとやっぱりあの物が飛んできたりですね、うんうん、あの手があの上がったり、足があの蹴飛ばしたりとかですね、そういうことがあの本人が行動化していってしまうので、そこの前に家族がどういうその前兆を見落とさないように逃げるかということですよね。これはもう家族もかなり勉強しなきゃいけないってことですよね、うん、本当に、うん、あの大抵ワンパターンなんですよ、うんうんうん、そうですね、その辺のことがこう見えてくると、うん、ああ始まっ、いつものやつが始まったなという時になったら、うん、その場ですっと消えればいいわけね、うんうんうん、それは何回か経験してからやっとわかるって感じですけどね、うんうんうん、だからそういうあの家族の方も振り返りをこうしてくださると、うんうん、あの時にいつもあそういえばあったなということでこう気づいていただけるんじゃないかなと思うんですね、うんうんうん、まあ、そういう意味であの前兆をですね、見逃さないようにするってことが大事だなというふうに思うんですね、はい、それから、うん、まあ、もう一つはあの先ほどの、ところであの薬への渇望かどうかということと、もう一つはあの、うん、一時的なそれ精神病用のですね、うん、幻覚妄想の状態 で暴れているということもあることもあります、うん、それは薬が入っているからそういう状態になる、うん、そういう症状が出る、入ってるというか、うん、薬の影響でですね、影響で、うん、あの幻覚妄想状態に、あの、うんうん、あの本人が暴れることがあるかもしれません、はい、まあ、これはあの家族がいようと、目の前にいようといまいと本人はやりますので、うんうん、やりますので、あの人に向かって意識的にやるのと、そうでなくてあの、例えばあの電話のコードを切っちゃうとかいろいろあるでしょ、それからあの、蛍光灯を壊しちゃうとか、テレビをなんか、うんうん、あの、うん、あれしちゃうとか、あの物を投げてブラウン管を、ね、壊しちゃうという、今はまああのブラウン管ではないけども、うん、古いですね、うん、そういうようなことがですね、あると思うんですね、そういうあの恐怖心というかからあの逃れるために、本人があの、物を壊したりという、そういう暴れる方もあるんですよね。でこれはまあ本人からこうあの離れて、外ちょっと遠くから見てるとですね、あの人に向かってるのとは違う暴れ方だと思うんですね。この辺をこのちょっと見極めるっていただくといいんじゃないかなと思うんですね、うんうん、で、まあ、あの薬への丸の3ですけどもね、あの薬へのこう渇望がですね、強い時っていうのはですね、本人から基本的には離れることによってですね、あの結構鎮静化することがあるんですね、うんうん、あの1時間から数時間というふうに言われてますけども、これはあの、効果あるみたいですね。あのその場に本人と顔を合わせてると、あのどんどんとエスカレートしていくのでね、うん、あのとにかく家族はその場からいなくなる、消えるということがあの大事みたいですね。あの1時間ぐらいですね、散歩に行くとか、ちょっとあの買い物に行くとか、うん、あるいは散歩に行くとか、そういうあの時間つぶしをですねしてくださると、あのまあなかなかあの、気にはなって、あの離れるのが怖いぐらい、またそれの苦痛もあるかもしれませんけど、思い切って本人から離れるということをですねするといいと思うんですね。これはあのアメリカのですねヘーゼルゼンというあの
アルコールや薬物 あのリハビリの施設から出てる本の中にもですね、うん、あの書かれてて、実際にあの、相談室にですね、うん、あの相談に来られた家族の方が実際にそうやってみたっていう人がいてですね、結構、あの効果あるみたいですね。1時間ぐらいいない、うん、あの本人から離れるというか逃げるというか、うんうん、まあかわすということなんですけども、うん、そうすることでですね、あのさっきのなんか本人があの頭ごなしで力んでたあののがどうなっちゃったのかと思うぐらい、さっきはごめんねなんていうふうにね、うん、あの落ち着いてあの来るということもあるみたいですね、うん、ですからあのとにかく離れるということ、本人から離れるということはですね、とても大事だなというふうに思うんですね、うん、まあ、時間的には1時間から数時間というふうにあの言われていますけども、まあ、ただあのこれはあの、全ての人に今度通用するわけではないですから、うん、あのまずはこうやってみるということだと思うんですね、うん、本人をそのあなんていうか気を静めさせる時間を本人に作るという意味と、うん、それから、まあ、その間離れていることによって家族が巻き込まれるのを防ぐっていう意味と、うん、まあ、二重の意味で、そうですね、あの、うん、必要なことだと思いますね、うんうんうん、結構あのそういうことで沈静化することがありますので、うんうん、ただあの幻覚妄想の状態のような時にはですね、ええ、あの一人で暴れているということはあるかもしれませんけども、うんうん、まあこれの場合はですね、またあの別にあの病院へのこの受診の方向でですね、はい、あの考えていくことが必要だというふうに思いますけども、うんうん、まあ、大抵の場合はですね、あの一人で暴れてるということはなくて、家族に向かってなんかあのメッセージをやっぱりあの送ってるわけですからね、うんうん、それにこの巻き込まれないようにあのすることが大事だと思うんですね、はい、うん、これがあの、勇気持ってできるかどうかということがですね、あの決めてだろうと思うんですよね。なかなかその難しいですよですよね、難しいですよ。あのなんか本人が暴れとるのにほっといてなんか家族が逃げるだけでいいのかってね、うん、なんかあの家族が 無責任でね逃げるっていうのは無責任放棄することになるんじゃないかということで、あの勇気がいると思いますけども、やっぱり本当世間の常識から言うとね、やっぱり本当に無責任じゃないかっていうふうに悩んでしまうこともあるし、うん、それで一人にしておけば本当家の中めちゃくちゃになるかもしれない、うん、その覚悟もしておかなきゃいけないし、うん、それは大変だと思う、うん、そうですね、うん、でまあ、時には本人がですね少し正気に戻った時にね、うん、あのぐちゃぐちゃにしちゃったのを自分で片付けたりですね直ったりするということがあるんですよね、うんうん、ですからその後始末もね、あの家族は手を貸さないようにしてそのままにしておくということがあの大事だと思うんですね。で自分がやっぱり薬が欲しくなってくる時っていうのは、渇望が強くなった時に自分がどんなことをしちゃうのかということをね、うん、やっぱりあの目の当たりに知ってもらうということも大事ですから、あの家族がホイホイとあの腹立ち紛れになんかあの、うん、悔し紛れにですね、うん、あの後始末をなんか惨めな思いでする片付けるということはしない方がいいと思うんですね。あのそのまま放っておくと、ガラスが割れたら割れたままにしておくというふうにして、うんうん、なかなかあのそれにあの、家族もですねあの耐えなきゃなんないんで、その辺では辛いんでと思いますけども、うんうん、あの本人がですね、あの自分があのどうなっていってしまうかということを目の当たりにやっぱり見てもらわないとやっぱり役に立たないと思うのでね。それが不思議なとこなんですよね、あの依存、うん、薬物依存って、その本当薬の渇望強い時とか、その薬が入ってる時っていうのはもうなんか別人になってしまったような、うん、ひどい人間になってしまったりするんですけれども、壊れちゃったんじゃないかと思いますよね。だけどそういうふうに、うん、渇望が収まったりふっと正気に戻ったりした時には自分のやったことに対してあのすごく苦しむんですよね、うんうんうん、あのこんなことやっちゃいけないっていう、なんていうか普通の感覚っていうのも入ってない時にはあるわけだから、うん、あのそうやってその狭間で苦しんでる本人っていうのも本当にかわいそうだなというふうに思いましたけどね、うんうんうん、あのやっぱり自分のしたことはやっぱりちゃんと自分の目でね、やっぱり知ってもらうこと、うん、耳で知ってもらうことが
大事だろうというふうに思うんですよね。うん、重原さん、さっき言われたけど、その二重のメッセージって言われたじゃないですか。うんうん、あれ、私ももっと早く知ってればよかったなと思うんですけれども、薬なんかやっちゃダメっていうメッセージは口では言うけれども、うんうん、本人がやったことの後始末を、うん、親が引き受けてしまうと、うん、そのしてしまったことに対してその後始末をするっていうことで肯定してしまう、うんうん、そういうふうにされると本人は、うんうん、二重の意味で自己嫌悪に陥ってしまうんですよね。うんうん、そういう二重のメッセージの発信ということを私も長らくやってきたので、うん、それがね、なるほどね、息子を追い詰めていったかなというふうに思うと本当に今になって後悔しますけどね。まあ、そういう経験の中でね、まあ、本人もですけども、家族も経験しながら乗り越えていく術をですね、覚えていくことですよね。まあ、本人にこう巻き込まれないようにしていくということが大事だと思うので、うん、やっぱりそういう術を家族もですね、覚えていくというか成長していくことだと思うんですね。そうですね、うん、はいはい、ということで、あとはですね、この問題ではいいかな、こう、はい、じゃあ暴れるようになった時どうすればよいかということ、うん、まあ、もう一つはですね、暴れる、ここではちょっと画面にはですね書いてないんですけども、まあ、家族の力で暴れてですね、止めようがないというか、危険を伴うようなことはありますよね。はい、うん、そういう時は最終的には危険を感じた時はですね、うん、110番をするとか、ええ、うん、消防署に電話するとか、うん、そういう危険を感じた時はそういう警察だとかいうところの力もやっぱり借りた方がいいと思うので、うんうんうん、全てなんか家族が耐えなきゃならないということではありませんので、はい、勇気を持って警察に館に来てもらうということですよね。うんうん、で警察官が来ると意外に本人はですね、さっき何をしてたかということも見られないみたいに平然と第三者にはですね、しっかりと対応することがあります。はい、うん、まあ、そういう意味でですね、第三者の介入をですね、必要な時に勇気持ってですね、うん、した方がいいと思います。うん、私家族の依存症者の家族の、うん、ミーティングに毎週行ってますけど、うん、その中ではもうベテランの家族の方は結構頻繁に警察と連絡を取ってらして、うん、警察と仲良くなっとくといいよっていうふうに、うん、言ってらっしゃる。仲良くっていうのはね、なかなかまあ、それは言い回し方の問題だと思いますけど、まあ、そうです、立派だなって思って、うん、なかなか勇気いることだなと思いますけど、うんうんうん、やっぱりそういう力も借りながら、うん、しのいでいってらっしゃる方もいるので、うんうんうん、確かに本当抱え込んじゃダメですね。そうですね、絶対だから第三者の力もね、やっぱり危険を感じた時はやっぱり借りた方がいいですよね。うんうんうん、で、まあ、そういう時にですけども、事態がそういう時だと、まあ、警察官はプロですからね、はい、なんでこんなことが起きてるのかっていうことを大体察してはいるだろうと思うんだけども、そういう時に家族に聞かれることがあると思うんですね。薬使ってないかとか、うんうん、どういう薬使ってたとか、なんか聞かれることがあるかと思うんですけどね。うんうん、で、家族の口からは薬の使ってたとか使ってないとかいうことについては答えない方がいいと思うんですね。うん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 、で、警察官はプロですから、大体状況から見ればこれはそういうことが背景にあるかっていうことを察してくれると思うんです。察することができると思いますので、はい、で、なぜ家族の口から薬使ってたとか使ってる時だというね、うんうん、しない方がいいかというとですね、本人がそのことを聞いた時にはですね、俺を警察に自分を売ったというふうにですね、非常に本人を強く恨むようになるんですね。うん、家族との関係が悪くなりますので、家族の口からはですね、薬を使ってた
ことについては言わない方がいいと思うんですね、うんうん、まあ絶対言わない方がいいというふうに僕は思いますけども、はい、うん、で、あのプロですから、あの向こうは多分状況から見ればあの薬の影響ではないかなというふうに思います。ですから聞かれた時にはですね、うん、あのこういうふうに対応してくださるといいと思うんですね、うん、あの、うん、と本人に聞いてくださいって言えばいいわけですよね、うん、あの家族に薬使ってないかって聞かれた時にはですね、うん、あのいや実は使ってたんですよ、こういうふうでいつ頃からあれであれするとこうなっちゃうんですよということをなんかあの言いたくなっちゃうかもしれませんけども、それはあの本人に聞いてくださいって、うん、本人が一番知ってることですから、うんうん、そういうふうにこの交わしてくださるといいと思うんですね、はい、あの腹立ち紛れについ家族もね、あの、うん、成り行きに任せてつい実はということで言っちゃうかもしれませんけども、うん、言わない方がいいと思うんですね。であのそれは、ね、本人の耳に入った時にはですね、とても本人を恨みますので、うん、本当に根強くあの家族に対して恨みますので、あの家族が警察官に薬を使ってるということをですね、うん、あのなんていうかな、通報するというか、うんうん、ことは言わない方がいいで、あの、うん、警察官を呼ぶのは暴れて危険を感じたからあの呼んだんだというふうに通し、はい、そういう考え方で、はい、そういう態度でやっぱり、うん、あの第三者の力を借りた方がいいと思うんですね、はい、薬を使ってたから呼んだんだではなくって、うんうん、危険を感じたからあの、第三者の力を借りたんだというふうにですね、あの考えて、そういう心構えで対処してくださるといいと思うんですね、うん、あのそこはポイントですよね。そうですね、うん、あの、うん、であの暴力にはね、あの暴力で対応することできないですから、うん、もうこれはもうあの警察官に来てもらって介入をしてもらっていただくことしかないと思うんですね、うん、そうすることで結構本人は一時的にしろですね、あの、はい、まあ正気に戻るというか、あの渇望も鎮静化すると思いますので、うん、そういう対処の仕方っていうのがあの適切じゃないかなというふうに思います、はい、うんうん、まあ、あとは病院への受診はこれはもうあのその時の状況によってですね、うん、対応することだというふうに思いますけども、はい、まあ、幻覚妄想状態ではこれはもうあの、警察官もあの、うん、対応できないのでね、あの救急車を使ってすることだと思うんですけどもね、うんうん、あのパトカーで送ってもらうというようなことはこれはあのどんなことがあってもやっぱり避けた方がいいかなと思うんですね。あのパトカーで病院へですか、うん、中にはそんなこともあるんですか、うん、そういうこともあるんですよ。ほう、うん、あの、まあ、手錠こそあのはめられないでしょうけども、うんうん、あの警察官があの病院に運んでくれるということもあるんですけども、うん、でこれはあの、犯罪者ではないですから、うん、あの薬物依存症っていうのは病気ですからね、犯罪ではないですから、うん、その時にはやっぱりあの幻覚妄想状態ならばあの、消防署の救急車を呼んでですね、あの運んでもらう、あのもらうことが大事だと思うんですね、はい、でその時あの救急隊の人もですね、うん、あの危険を感じるようなこともあるわけです。これは救急隊だけではどうにもならないなというふうに、まあ、あの経験的にあの判断されると思うので、そういう時はあの、はい、あの警察あのなんていうかな、救急隊も警察の方にですね、うんうん、あの警官の同行を要請するということもしてくれると思いますので、家族がなんか一切合切をなんかあのそういう事態の時仕切らなきゃなんないというふうに考えると、うんうん、本当に家族は何もであの大変ですから、はい、これはもうあのその、救急車を呼ぶ時はですね、危険を救急車でも危険を感じるような時にはあのパトカーを向こうがあの要請することもあるし相談してくれますので、うん、家族があのお膳立てをする必要はないと思いますので、うんうん、救急車呼んでその救急隊の判断に任せてくださるといいと思うんですね、はい、それからまあどこの病院にするかというようなこともあの、うんうん、あの病院探しも大変ですけども、これはあの家族の力ではどうにもなりませんので、はい、うん、まあ、最近ではあの、県によってはそういうあの救急当番病院というのが夜間だとかですね、うんうん、休日にもあのそういう当番病院というのは決まってますので、はい、うん、あの入院が必要な人についてはあの 病床を開けておくというようなことも義務付けられてるんですよね、うん、まあ、そういうこともあってあの受け入れ体制はあの進んでますので、はい、あの家族の力で何とかしようではなくて、もうとにかく、うん、あの
警察官に危険を感じたら警察官に幻覚妄想状態で病院への受診が必要な時にはですね、うんうん、救急車を呼んで、うんうん、あとはもう隊員のに救急隊の隊員にお任せをするというふうで、はい、うん、そういうふうにしてくださるといいかなと思います、はい、本当にこういう場面っていうのは家族もね日常三時にあるわけではないので、そうこういう場面まで来たら本当にどうしようと思いますよね。そうですね、うん、ですからこういうふうにですね対処してくださって家族がすることはありませんので、はい、いざとなったらもう助けを呼ぶと、うん、助けを借りると危険を感じた時には助けを呼ぶって、うん、精神病的な状態で、ね、子どもだと危険が大きくなるということが予知される時には救急車呼んで受診をするということをですね、うん、してくださるといいと思うんですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次最後の質問ですね。はいはい、まあさっきの車の時もそうですけれども、車だったり原付とかバイクだったりそういうものに乗って事故を起こす危険性っていうのもかなり高くなると思うんですけれども、本当にいざ事故を起こしてしまって病院から呼び出しを受けるっていうような時には、まあ、私もこれ2回ほどあったんですけれども、はい、本当怪我をした時とかそういうことですよね。パニックになりますよね。まあ、病院からとか救急隊から電話もらったら本当にもうなんかパニック起こしそうになりますけれども、うん、まあ、そういう場合まあ、ちょっと漠然としてますけれども、うん、どうしたらいいかということですね。まあ、こういうことはこの、薬物損という病気の場合ですね、ないということはないと思う。時には遭遇するようなことがあるかと思うんで、あらかじめこういう時にはどうするかということのね、うん、心構えというか、まあ、経験した人のない人の場合はあらかじめ予備知識みたいなものをですね、心構えを持っておいていただいた方が、うん、心構えとしてはあった方がいいと思います。いいですよね。うん、うん、でそういう事故を起こして病院から呼び出しを、まあ、怪我してとかですね、うん、一時的な意識障害とか、うん、何か病的な問題があって救急車で運ばれてですね、まあ、救急車かどうかは別として本人が受診した場合もあるかと思いますけども、病院の方から呼び出しを受けた時どうするかということですよね、うん、これも家族としては悩みの、うん、一つだと思うんですけども、でそういう時にですね、逆にこれをチャンスに生かすことだと思うんですね。うん、うん、どうしようどうしようというふうに考えるとですね、なんていうか行き詰まっちゃうと思うんですね。これをどうやったらチャンスに生かすかということだと思うんですね。第三者がこの介入してくれる時というのは家族と本人との2者のその関係の中だけだとなかなかその問題が表面化しないんですよね。チャンスが立ち直っていく上できっかけにその役に立たないことが堂々巡りになっちゃうんですよね、うんうん、でこういうなんていうかな病院に運ばれた時とかですね、呼び出された時っていうのはある意味では本人がですね薬を使ってると、まあ、事故、まあ、今回の場合は事故を起こした時ということになってますけども、うんうん、事故を起こしたりあるいは意識障害があったりとかですね、怪我をした時とか、まあ、そういう薬を使ってると自分がどうなってしまうのか、自分の身辺にどんなことが起きるかということを、そういうことにこの直面することができるいいチャンスだというふうにこう考えることだと思うんですね。まずはチャンスだという第三者の力を借りるチャンスだということだと思うんですね。うん、家族から見ればなんか人様を迷惑かけてしまうとか心配をかけるとか世話を焼かせてしまうということで申し訳ないという気持ちに、そんな思いになるかもしれませんけどね、逆に僕は開き直っていいんじゃないかと僕は思うんですね。これをいいチャンスにしようというふうな発想をですね、するともう少しこの考え方が柔軟性がですね、家族にも余裕が出てくるんじゃないかなと思うんですね。まあ例えば私の経験から言うと、うん、私の場合は2回あったっていうのはその時はいずれも自損事故で、ああ命に別状があるとか、うん、そういうふうな事故じゃなかったので、うんうん、まだ
幸いだったんですけど、うん、これがこう相手を巻き込んだとか、うん、本当に重傷だとか命に関わるだとか、うんうん、そういうことになった時はもう全然違いますよね、うんうん、そういう時でもチャンスと思わなきゃいけない、うんうん、そうだということですか。そうですね、だから第三者が介入してくれるのがこれはチャンスなんですよ、うんうん、つまりあの、薬物依存の病気が進行していく過程で、うん、本人と家族との関係の中でどんどんとそのあのなんていうかな深入りしていってしまうって進行していくっていうことが多いわけですよね、はい、うん、でそういう意味でこういうあのトラブルことがを逆に逆手にとってですねチャンスに生かすことを、うん、あの家族は考えた方が僕はいいと思うんですね、うんうん、チャンスに。そうです、ね、ただどういうふうにそのチャンスに生かすかというその生かし方みたいなものはなかなかそのパッとあの経験的に思いつくことはありえないので、うんうん、あのこういう時にはあの相談室だとかそういうところにですね、うん、あの、相談する専門家の力を借りる相談するということがあの大事だというふうに思うんだけども、うん、発想としてそういう第三者の力を借りるそういうチャンスということを、うんうん、そういう発想をやっぱり持つことだと思うんですね。本当にねあの事故を起こすっていうのはかなり大きなその、うん、なんていうかピンチでもありチャンスでもあるので、うんうん、本当に その時点では私は重原さんのような専門家を頼るべきだと思います、うんうん、私はねその2回の事故の時はまだ重原さんと連絡取る前だったから、うん、チャンスに生かせなかったんですね、うんうんうん、本当にそれを今でも後悔してますけどね。ですからあの結構ね、うん、あのチャンスっていうのはあるはずなんですよ、うん、トラブった時があの僕はチャンスだというふうに思うんですね、はい、まあ、ピンチはチャンスだとあなたはおっしゃってたけども、うん、その通りだと思うんですね、うん、であの、チャンスに生かすっていうことをね意識的にやっぱりそういう発想をしていくことだと思うんですね、うん、でチャンスの一つとしては第三者のこう介入をしてもらうということがあのチャンスをよりチャンスに生かしていくあの元だと僕は思うんですね、うん、であの、病院からどう呼び出しを受けた時ですねどう対処するかということだと思うんですね。基本的にはですね、はい、丸の2ですけれどもあの事故を起こしたのは本人ですってどうするか本人と話し合ってくださいっていうふうで家族はこの問題に関してねあの、うん、第三者、まあ、できれば第三者になって なりきることが必要だと思うんですね。なかなか難しいですよ。そうですね、うんうん、そこなりきるっていうのはなかなか、うん、なりきることなんですよ、うん、であの、病院の方はですね、あの本人がダメなら家族にもうこの後始末をしてもらおうって何とかしてもらおうという発想なんですよ、うんうん、これはまあ病院としてあの、まあ、当然かもしれません、ね、他の病気から言えばそうなんだと思うんですけども、うん、これをチャンスに切り替えるにはですねこういう対応の仕方をすることだと僕は思うんですね、うん、事故を起こしたのは問題を起こしたのは本人ですってでどうするか自分がどうしたいのかということは本人と話し合ってくださいってこれは第三者が介入してもらう提案なんですよね、うんうん、でそこに家族がまたもう一枚加わるともう三つどもえのあのあれになっちゃって結局あの病院は家族に責任を負わせてあのあとはよろしくっていうことになっちゃうんですよね。で元のさやに戻っちゃうので、うんうん、だからもう家族は何もできませんってどうするか本人と話し合ってくださいっていうふうにですねあのとどめることだあの対応することだというふうに思うんですね、うんうん、まあ、それはあの命に別状があるとかそういう、まあ、極端な場合は別です極端なそういう場合の話ではないですよね、うんうんうん、もっと軽い事故の話ですよね。この辺、まあ、もちろん本人があの話意思表示ができる状態の場合のことですよ、うん、当然ね、うんうんうんからあのその状態になった時ですよね、うん、一時的にはなんかあの、幻覚妄想状態でから立ち直った時に本人と話し合ってくださいっていうふうにした方がいいと思うんですね、うん、であのやっぱり第三者をこうきちか絡めていく対応の仕方がとても大事だなというふうに思うんですね、うん、考えてみればあの家族の力でこういう状況というのはどうにもならないことですよね、はい、うん、どうにもならないことを家族の力で何とかしようとしたってこれはもう限度があるので、うんうん、あのチャンスに生かすこと第三者の介入をですねあの力を借りるということをしてもらった方がいいんじゃないかと僕は思うんですね、うん、ですからあの何度でも言うんだけども事故をことを起こしたのは本人ですって本人がどうするかは本人と話し合ってくださいって、うん、
うちの場合最後の入院の時は事故じゃなかったんですけれども、うん、やっぱりそのおかしくなってしまって、うん、で病院にそれこそさっきの当番病院です当番病院に強制的に、うん、入院させられたんですけれども、うんその時に呼び出しを受けたんですね、うん、だけど、まあ、その最後の時はもう重治さんにいろいろとアドバイスも受けていたので、うん、本人の問題ですからって言って私、うん、本当に来てください迎えに来てくださいって言われたのを、うん、そう断ったんですよ。もう電話の手がもう震えてもうブルブルでしたけど、うん、勇気あったですね、はい、うん、でまあそれで、まあ、入院してその後ダルクにつながることできたんですけれども、うん、家族全員から非難受けまして、うんうん、親なのにね母親なのに、うんうん、ほったらかすとは何事だっていうことですよね、うんうん、で病院からもなんというその非協力的な家族なんだということで、立場的には非常に辛かったですね、うんうんうん、でもそのぐらいの覚悟でもって、うん、本人にこう自覚させないとっていうか、うん、本人に向き合わせないと回復にはつながらなかったと思いますね、うんうん、やっぱり問題にねやっぱり直面化することを本人ができるようにするにはどうするかということだと思うんですよね、うん、でそこに家族がなんていうか助け舟を出しちゃうと、うん、ことを起こしてもいつも誰かが何とかしてくれるというそういう状況が起きちゃうわけですよね、うん、自分で何とか後始末もしなくても済んでしまう、うん、ほとぼりが冷めれば間ちょっと静かにしてればいいではないかというそういうことになっちゃうと思うんですね、うん、ですからやっぱり直面化してもらうにはですね第三者が介入してもらったその時こそ本人とですね、うん、第三者のとのなんていうかな話し合いというか介入をしてもらうことがとても大事だというふうに思うんですね、はい、うん、家族の力で限度を超えた問題だと思うので、うんうん、ですから家族ができる手助けっていうのは最小限とどめるということが必要ですよね、うん、脇役に徹するということが大事だと思うんですね、まあ、もう本当にだけどこれは良心的な人であればあるほど、うん、そういう非協力的なことをすることに対して抵抗もあるし、うん、そうですね、なんか悪いことしてるような気持ちにもなるし、うんうん、とっても辛いことだと思うんで、うん、もう本当こういう時は、きちんと専門家に相談して助けを求めた方が絶対いいですね、うんうんうん、私も一人だとちょっと乗り越えられなかったと思います、うん、あの時重治さんにね何回もお電話して助けていただきましたもんね、うん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 、その通りだと思うんですね、うん、本当に家族のだけでねやっぱり乗り越えるというのは大変ですから勇気もやっぱりなかなか出てこないと思うんですけども、うん、そういうことで知恵も出てこないと思うのでね、うん、分かんないですよ、うん、こんなこといきなり起こった世間の常識とは反対のことですよねこういうことっていうのはですね、うん、だからなんかもう任否人みたいに言われますからね周りに、うんうん、本当に非常識だって責められるかもしれませんよね。そう、うん、なんていう親だってだからこうなったんだろうなんて変ななんかね、うん、ついつまの合わないようなことを責任を家族のせいにさせられることだってあるかもしれませんけども、うんうん、家族はもう必要最小限脇役に徹してくださるということが、うん、もうとても大事だなというふうに思うんですね、うん、そうしないことにはまたそれこそ二重のメッセージを出すことになってしまうわけですよね、うんうん、そうですね、うんうん、さあ今日はこれで3つの質問が終わってま、後半がまだあるか、はい、うん、で今の問題でですねいくつか提案というか助言があるんですけどもまあ、チャンスと言いましたけども本人がですね問題に直面化する良い機会だということですよね、うん、第三者の介入をしてもらうことによって本人が、うん、自分が薬使ってて病院に運ばれて今どんなことが自分に身に降りかかってるかということをこれやっぱり経験してもらうという良い機会だと思うんですね、うん、これはチャンスだと思うんですね。家族が代わりになんか後始末してついつも合わせて何もなかったようにですね振る舞うよりは本人がやっぱり前面に出てもらうことが必要ですよね、うん、それを解決することや
あのどうするかは本人がやっぱりしていくということが大事だと思うんですね。で、あのまあ丸の2ですけど、本人が起こしたことは本人が責任を持って本人が解決するようにしましょうと。家族がやるんではなくて、本人がどうするかっていうこと、どうしたいのかって責任を本人が持てるような方向でですね、うん、そういう介入関わり方があの家族にとってですね、あの大事だというふうに思う、大事だと思うんですね。あのここのところだから、もう薬やってもうおかしくなってる本人にその責任を持たせるっていう、うん、あのそんなことできないっていうふうに家族は普通考えてしまいそうな気がするんですけど、うんうん、まあ、あのそれが未成年だったらまた別だと思うんですけどね、うんうん、あの成人した後だったら、うん、あのそういう状態であっても本人にきちんとこう選択をさせるっていうことがあの回復につながるんだというふうに私は今はね思って、うんうん、その回復につながる一歩だっていうふうに今はね思ってますね、うんうん、あの未成年の場合でもね、やっぱり、うん、やっぱり直接本人がですね、直にやっぱり問題にこう直面してもらうことが必要だと思うんだけども、うんうん、まあ、最終的にはあの、未成年の場合は親が親権者ということで、そうですね、法的な問題は、そういう意味でね、うん、追う問題はあるかもしれませんけども、うんうん、それ以前の問題としてですね、うん、あの本人が問題にこう直面することをしてもらうことではですね、同じあの、成人してようが未成年であろうかですね、うん、あのやっぱりこういう機会をチャンスに生かすことだと思うし、うん、本人がやっぱり自分がどうしたいのかどうするのかということをですね、あの第三者からこの問われることがあの大事なことだというふうに思うんですね、うん、そうすることで自分があの薬使ってるとどんなことが自分のに起きてるのかということを気づいていくことになると思うんですね、うん、問題のある薬の使い方だということあの認識が深まっていくというふうに思うんですね。できるだけ早くそういうことに気づいていけるようにしてあげないと、うん、本当本人はどん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 辛い方向へ行ってしまうのでね、あのまあ、あの痛みも本人がやっぱり持ってもらわなきゃなんないことだってあるわけですよ、うんうん、あの本人は起こしたわけですから、あの本人にも痛みをやっぱり感じてもらうことが必要だと僕は思うんですね、はい、うん、ですからあの家族は全面的に関与しないことですよね、脇役に徹してくださって、うんうん、あの本人にあのあの全面に本人が出ることだと思うんですね、うん、で、まあ、あの医療機関からですね、あの家族にですね、あのお金だとか物資の協力を求められるかもしれませんよね、あるいは引き取りをしてくださいとか、うん、支払いのことだとかですね、あのこういうものがいるから持ってきてくださいとか言われるかもしれませんけども、うん、基本的にはあのこういうふうに対処してくださることだと思うんですね。冷たい親だっていう家族だっていうふうに言われるかもしれ、罵られるかもしれませんけどもですね、うん、家族は何もできませんって本人と相談してくださいっていうふうに対処してくださるといいと思うんですね。あのいつも助け舟を出すのが家族なんですね。病院というところはやっぱりあのそういうあの関係で家族、本人ができなければ家族がということだと思うんですけどね、これはまあ、 あの一般社会の病院っていうのはそういうことだと思うんですけど、薬物依存の場合はですね、うん、あのそこで家族があのあのなんていうかな、本人の代わりになってしまうとですね、あの同じことのこう繰り返しがあの、うん、されてしまうことになるのでですね、あの家族はもう脇役に徹してもらうということで、むしろ家族は何もできませんって本人と相談してくださいって、本人と話し合ってくださいっていうふうにですね、あのつまりだ、まあ、さっきから言ってるように第三者の介入をしてもらってですね、第三者と本人との間で問題解決をしていくという、解決の仕方、対処の仕方をですねした方がいいんじゃないかなと思うんですね。いつも家族がそれにこの巻き込まれるって来てるわけですから、うん、あの巻き込まれるのをやめればいいわけですよ、うん、まあ、巻き込まれるのをやめるって言っても、やっぱり、まあ、例えば入院したら、うん、当然その入院費の請求は来ますよね、うん、で本人に全くその収入とかそういう蓄えがない場合は、うん、やっぱり家族に当然のごとくの請求してきますよね、うん、でそこで何もできません、本人と相談してくださいっていうのは、うん、とっても難しいと思うんで、うんうん、
まあ、これはまあケースバイケースだと思うんですけど、まあ、そういう時は、まあ、中にはね、うん、生活保護という方法もあるわけ、うんうん、病院はそういう専門ことに相談に乗ってくれる専門家もいるわけだから、うん、これはもう病院に任せればいいと思うんですよね、うんうん、でまあそういうややこしい手続き踏まなくてもいいためにまず家族がどうできるかどうかということを問われると思うんですよね、うん、だから家族はできませんっていうふうに、なんていうかな態度を決めてもらった方がいいと思うんですね。ね、私はここのところはやっぱり、まあ、突き放すことが本当になんていうか非協力的なぐらい、うん、関わらないようにしてたんですけども、うん、まあ、結果として最終的には本人がダルクにつながって病院を退院するときは、うん、家族が病院代払ってしまいました、うんうんうん、やっぱり巻き込まれましたね、うんうん、医療機関の場合、まあ、僕は以前病院に勤めてた時ですね、こういうような状況の時どうするかというとね、問題をどっかで起こした時にはですね、うん、救急車で運んでもらったらっていうことを言います、うんうん、パトカーじゃなくてね、救急車でまず運んでもらうっていうこと、で救急車で病院に運んでもらうっていうことは公的な機関が介入した事実が出来上がっていくわけ、うん、病院も家族が個人的に病院を受診させたというか受診したということではなくて、うん、救急車で運ばれたということで記録が残っていくわけです。公的な文書として、うん、病院もだし救急の方も残っていくわけ、うん、で本人がそういう受診に対して支払い能力がなかったりすれば救急消防署ので運ばれた経緯を含めて医療機関がこの福祉事務所と話し合ってくれるわけ。こういうふうで例えば昨夜こういうふうで運ばれてきた人で支払い能力がなくて、うん、家族はこういうふうでというふうで、そうすると福祉事務所の方は生活保護を緊急保護として出してくれる場合もあるわけですね、うんうん、そういう仕組みが実はあるんですよ、うん、そういう仕組みがあるんですよ、うんうん、全然知らないですよね普通の人たちは、うん、皆さんには知られてないんですけども、そういうことで救急で運ばれたという公的な機関が介入したという事実に基づいて、うん、病院は福祉事務所とに連絡すると医療費を出してくれる場合が多いんですよ、まあ多いか少ないかは別として、うん、少なくとも福祉事務所と病院が掛け合ってくれるわけですよ、はい、で家族はそれには介入しなくても何もしなくてもいいわけですよ。することはもう家族は何もできませんというふうにしてくださればいいんですよ。そこまで頑張れなかったな、うん、ですから僕は病院に勤めてた頃ね、必ず救急車呼んで、夜中であろうと昼間であろうと呼びなさいって、うんうん、でそうすることで生活保護の受給ができるしやすくなるんですよ。家族が病院に連れてって福祉事務所に後からこういうふうで入院したから生活保護を受給できないかということになると、家族と病院と福祉事務所との関係になっちゃうんですね、うんうんうん、でその救急車が絡んでるとですね、うん、もう事実として何時何分何秒にこういう通報があってこうやって病院に運ばれて入院したという記録が残っていくわけですよ、うん、どちらにも、うん、救急隊の消防署の方にもですね、ですからこれも絶対にそれが事実として説得力があるわけですよね、うんうん、要保護状態にかどうかということが見極め判断できるわけですよ、うんうんうん、ですからそういう手法を取ることがとてもいいんじゃないかなっていうふうに僕は思います。僕は病院で何度かやってますので、うん、はい、ぜひ家族の方ですね、ええ、今日ご覧になっている方はですね、家族の責任で何とかしようというふうに背負い込まずにですね、うん、第三者の介入をしてもらうことをですね、していただくといいと思うんですね。今後本当にこういうピンチな状態に陥った方には、うん、ぜひとも今のね情報を、うんうん、参考にされるといいですよね、うん、法的にもそれは何も特別扱いではなくて許されているというかできるシステムですから、うんうん、そういうふうで家族はですね、うん、全面的に責任を負わないようにしてくださること、はい、ピンチはチャンスだというふうに、そういう発想をしてくださることが大事だと思うんですね。ですね、それとそうもう一つは第三者の介入を、うん、してもらうということですね、うん、今日の3つの
設問の中で共通することはその辺じゃないかなというふうに思います。本当ですね、自分一人で抱え込まないことですね、うんうんうん、どんな時、まあ、そういう意味ではあなたが何度もおっしゃってるように、うん、あの専門家と相談するといいですよっていうのは、そういうところかもしれない。それは本当絶対そうだと思う、うんうん、常識でね、世の中の常識で考えてると大体間違っちゃうんだもん、うん、そうですね。あの薬物依存の世界というのはですね、これは当事者の人たちも言ってるようにですね、世間の常識と薬物依存の常識と正反対だって、うんうん、ということを言ってるようにね、あの本当にあの、180度違うあの発想があの大事だというふうに思うので、うんうん、あのぜひあの本人の立ち直りにのためにもですね、はい、あの家族の力をですね、あの勇気を持って振るってもらうといいんじゃないかなというふうに思います。はい、一つだけ質問、ね、はい、なんかありますか、うん、あのね、僕の方からちょっとふと思ったんですけど、はい、このあの質問19で、基本的対応は事故を起こしたのは本人です、どうするかは本人と話し合ってくださいというのを、書いてありますね、うん、やっぱり家族としてはこれって突き放す勇気ある答えじゃないですか。そうですね、これ例えばあの専門家の例えば重原さんにこう相談してこう言われたんでっていうことを言っちゃいかんですか。まあそれは言っても構わないと思うんですね、うん、こういうふうに相談したあの、うん、したらこういうふうに言いなさいというふうに言われたっていう、まあ裏話みたいなことを言う、これはやっぱ裏話として言うのはまずいですかね。うん、だってそれから聞いたという言い方しない方がいいかもしれないけども、そうか、だからこれはあの家族自身の自分の本意としておっしゃってくださるといいと思うんですね。うん、やっぱこうさすがにね、これってすごい心苦しいような気がするんですよ。そうですよね。だから誰かがこうアドバイスしてくれて、そういうふうにしたんだっていうふうにはやっぱりしちゃダメですかね、うんうん、ですからあらかじめこういう気構えみたいなものをね、家族はやっぱ持っててくださると、うん、あの薬を使ってもことが起きてあの解決するとか対処するとき戸惑うと思うんだけど、そういうときにはどう考えるかということで、うん、家族としてはですね、あのトラブルを起こしたこと、問題を起こしたこと、事故を起こしたことに関してはこれは本人の責任でやっぱりするべきだと、でそれをどうするかは本人と話し合ってくださいっていうふうにですね、あのこう家族がそこに介入することを避けることだと思うんですね、代わりに代役をしないことだと思うんですね。でもなかなかここまで完璧にはできないですよ。そういう発想でもできないよね、うん、浮かばないよね。じゃあなんか病院からこうなんか冷たい家族だなって言って、そうあのとってもなんか心苦しいじゃないですか。そうだと思うね、うん、そうだと思うね。だからそれをこうできればね、例えばこれこう聞いた人がね、うん、本当にこうその対応するときにこう病院からなんだあの家族は冷たいなと、うん、冷たいという間に入ってくださったケースワーカーの人をすごく困らせてしまいましたよ、うんうん、申し訳ないなと思いながら、うん、でもやっぱりそういう立場、あのね、うん、と国のいろんな制度っていうのはね、家族ができなかったら国がしましょうっていう発想なんですよ、うん、できるならば家族が第一優先順位としては家族なんですよ、うん、だから家族ができませんっていうふうに言ってもらった方が国や公共機関は動きやすいんですよ。今度 の薬物依存 の刑を受けてる人が一部刑の執行免除されて、うん、あの早く出てこられるな、あと2年ちょっとぐらいであるんですけども、そういう制度が始まるんですけれども、うん、その場合でも結局家族が責任を負うことができなければ国が責任を持って、うん、あの社会復帰の支援をしますよというのが基本的な考え方なんですよ。で家族ができなければ国はあの責任を持って支援をしますよというのが考え方なんですよ、うんうん、ですからもう逆にできませんっていうふうに開き直ってもらった方が国の方も、動きやすいということですよね、うんうん、じゃああれですね、もうあの病院からどうこう思われることよりもまずあのこういうことをまあ理解して正々堂々と、本人にお願いしますって、うん、
言わなきゃいかんですかね、うん、だからそのどう思われるかというのはどちらかというと個人的な感情でしょ。あ、そうです、個人的な感情でしょ。そうなんです。でそこでまあ、苦しむことは確かだと思うんだけども、やっぱり感情の問題ではなくって事実の問題をどうするかということ。だから制度的には家族がやるんだったらどうぞ家族で責任を持ってやってくださるんだったら家族の方でやってくださいって、できないものまでも家族に負わせるってことは国は要求してるわけではないんで、家族できなかったら国はしますよというそういう仕組みになってるのでね、家族はもうできだってそれまでもいろいろ吸った問題してきた経緯がやっぱり大抵の人って、ね、あるわけですよね、家族は家族なりに、悪戦苦闘して本人といろいろやり合ってきた、傷ついてきた経緯があるわけ でそれを踏まえて家族はもう何もできませんっていうふうに言い切った方が周りの人たちが力を借りて貸してくださるにしても介入をしてもらうにしてもその方がことは進みやすいと僕は思うんですよね、私の場合はだから家族は何もできませんって言って、一応もう震えながらも言って、それで病院に対してはかなり非協力的だったと思うんですけれども、それでだからケース若さんも結構困ったと思うんですけども、病院がどうこうというよりも、そこへ入院してしまった本人に対してもう今までいろいろとやってきた親がもう今回は何もしないっていうことが分かった時に本人のその底つきに、迎える、なんかそういう方向へ本人を向かわせる力は働いたかなというふうに思ってます、ですから本人がやっぱり問題に直面できるチャンスをね潰さないようにすることですよね、でこれには家族が先回りしてなんかするよりは公的ないろんな第三者が介入してもらった方が、チャンスに生かす機会が多くなるんじゃないかなと僕は思うんですよね。ただ辛いです。ただ個人的な感情がね本当に辛かったし、なんか自分が悪い人間みたいに感じるし、身内でもやっぱりそういうふうに言う直接利害関係のない人はですね、言いますよね、あんな親はとか冷たいとかね、もう他の息子たちにも言われましたもん、口だけは出すけども金も出さないっていうね、手も出さないっていう家族はいると思うけども、家族はもう口も手も金もね散々出してきてこういう結果になってきたわけだから、だからもうとにかくもう何もできませんっていうふうに言い切っちゃうのが僕は大事なことだなというふうに思うんですけどね、心構えとしてねちょっと、持ってるといいかもしれないです、こういう場面に陥らないことが一番いいんですけど、そうですね、その時にはまたね相談室の方に相談してくださるといいかなと思うんですね、ということで、時間が来てしまいましたけども、私たちダルクの家族相談室というのはこういうふうでですね、薬物やアルコールギャンブル依存だとかですね摂食障害とかその他のですね依存症についての相談を受けております。でやっぱり相談しながらやっぱり回復をですね目指すことがとても大事だというふうに思います。困った時の神頼みではありませんけども、神様ではないですけども、相談相手あるかないかによって随分違うと思うんですね。先ほどの話にもあったようにですね、家族の力だけで何とかしようっていうのはとても本当にできる問題ではないんですよね、テーマではないんですよ。ですから相談相手を持つっていうことはとても大事だというふうに思います。まあこれは恵子さんも、しばしばおっしゃってる通りだと思うんですけども、そういうことでですね相談しながらまず電話で相談してくださるといいかなと思うんですね。固定電話、この固定電話いつも留守電になっていることが多いんですけども、できれば携帯の方にですね電話くださると24時間平日も休日もですね夜間も対応できますので、ぜひ電話でご相談まずはねしてくださるといいかなというふうに思います。相談は電話での相談はですね無料ですので勇気持って電話してくださるといいかなと思います。ということで今日の番組はこれで終わりということになりますが、そうですね、はい、じゃあ今日そういうことで、
本日はここまでにしますか。はい、じゃあ、ですね、はい、次回の番組の案内ですけども、次回ですね、はい、依存症を学ぶ集い36回目ですけども、2月になってますね、これ間違いですね、3月20日ですね、うん、3月20日ですね、今から変えますか、はい、いや、まあ、変えられないので、ちょっと訂正をしときます。どう思ってきます？もう言葉で言うしかないですから、言うしかないですから、はい、3月の20日ですね、20日ですか？そうですね、3月と2月は同じ暦ですから、3月の20日の21時ということで、テーマはですね、内容はですね、アルコール依存症の朗読という形で次回の番組をお送りすることになりますので、ぜひご覧になってくださいということで、はい、はい、じゃあそういうことで、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。